This episode of Friday Night No-Gi is brought to you by No-Gi Industries, creators of the world's most durable fight shorts, like the new limited edition Phantom 3.0 Black and Crimson, available in sizes 28 to 42 and proudly made in the USA. For more info, please visit nogi.com. Start back from half guard. Add one more thing onto this. He stands up. Switch to De La Hiva. Pushes the leg. Sweep. Now, as you notice, I'm still going to be in half guard here. So now, instead of passing, let's add another submission. I'm going to keep his knee below my arms, push down, keep hips heavy, and now we have a nice little knee bar. I first learned that from Gokor, but now a lot of guys, including Bernardo Faria, Ali Geddes, and a lot of guys are getting that in competition. Really good way to submit your opponent without having to pass his guard. So the whole thing in sequence, in motion. Hey guys, that was the lesson for today. Remember, if your opponent has a really strong guard, whatever it is, make him change the guard. Chances are, if he put you in a guard, that's his favorite one. Make him do his second favorite or his third favorite guard, and that'll be easier to pass. Thanks again, Sean. Thank you guys for watching. See you next time on Friday Night No-Gi.今週も始まりましたはい、なんで笑ってるんですかキューピー先生。いやいやいやこのツーショットはね癖が強いですね、はいはい。バリカタテレビ、電気クラゲのインシデント中川シティリビテッドエディション11回目でーす。11回目にして初ですかね、ゲストなしというのは。ゲストなしですね11回目、まあ、ちょっと 10回以上続いたんで、はい、まあ、振り返り総集編みたいな感じで、いいですね、まあまあ、はい、もしかしたら誰かまた来るかもしれないので、はい、宣伝に、はい、ですので MC 妄想おじさんと、井出先生じゃないキューピー先生の配信でお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日雨ひどい、ひどかったんですけどね。今全然止んでないですね。かなりなんかね、他のところは筑後地方とかかなり、西鉄大牟田線で中川市、うん、まあ、大橋まで来て中川市まで来たんですけど、うん、どこかなんか先が止まってましたね。あ、その先はもう行けない、はい、そうね、向こう側に花畑までですかね。花畑までは行ける、はい、花畑より先が運行停止になってました、午前中ですけど。いつもね、雨降るとあそこがね、あそこら辺がもうすごい、うん、大変ですよね。まあ、長崎も佐賀もね、ちょっとひどいみたいですけど、だけど局部的にね、うんうん、ここ大丈夫って、ここも最悪っていうか、なりますよね、うん、車まで使ったりね、うん、危ないですよね。でもさすがですね、西鉄バスは止まらないですね。あ、止まらない西鉄バスで、伝説ですよね、はい、すぐ止まるのもありますけどあれによっては、ね、西鉄バスさんはすごいです。すごい、うん、
水をかき分けていきますかね、バス、うん、あの水陸両用じゃなかったですホバリングだけどあれですよね、ホバリングシステムとかね、あればそういう世界になっていくんですか ね, ねだって今ほら、空飛ぶ車もえ、あるんですか、なんか開発されてるとか、あ、開発中なんですか、だからあれですよ、あの、なんですか、バルーンじゃなくて何やった、ドローン、ドローンが大抵巨大化すると あの車になっていくと、そうなんでしょうね、もうあの電気自動車は一般的になってきましたからね、うんうん、もう最近あのハーレー・ダビッドソンは電気二輪電気バイク、え、ハーレー電気なんですか今、はい、エコなんですね、エコですね、音は音しない、いや音は音がしないバイクって怖いですね、やっぱり モーター音とバイクは、うん、あの体が露出してるんで、うん、タイヤが回る音とか路面音とか風切り音とかがするんで、うん、だけどあのハーレー特有のはないですね、ないでしょ、だからあれはあれでしょ、だから来る自分の口で言いながら行くんでしょ、そうですねスピーカーつけてボボボボボボとか、ただあのスポーツバイクなんですよ、あのエコの電気自動車じゃなくて、もうちゃんとしたスポーツモデルを発表して、もう市販されてるのかな、もうハーレーが、はい、ライブあのハーレーがライブワイヤー、じゃあもうやっぱ他のところも結構じゃあ出して、どんどんどん BM とかもはまたじゃないですかね、市販車、いやテストはしてるでしょうけど、市販車でスポーツバイクは初めてですね、そういう時代になっていってるんですね、ただ値段が400万ぐらいするんじゃないですかね400万、まあベンツより安いのかなまあタイヤが2輪か4輪かの違いで、そうですね、だからそのうちタイヤもなくなるかもしれないし、うん、あ、そうかもしれないですね、そうなるとちょっと時代がすごく変わりますね、うん、はい、どういう時代になるんでしょうかね、でしょうね、はい、それまで生きているんでしょうねかね。ねまあそういうことも考えつつの、はい、11回目いっていきましょうか、はい、まずはですね、何をしよう、今日のちょっと先週も出したけど、まあ宣伝ですね、この、まあ、ポスタースライドですね、そうですね、うん、ゴスペル、うん、チームサプライズ8月12日なのかな、最近ちょっとあれですね、連絡ないですね、これは中川の太宰府である、太宰府である、はい、でこれあのずっと宣伝してる中井祐樹先生セミナー、これ10月6日これ春日市であるっていうのがものすごくこれ、まあ、歴史的なことなんですけどね、中井先生も5年ぶりになるんですね、ということは、いやいや5周年でしたっけ、いやいや去年あったでしょあ、いやいや、あのパラ中とかあの中川市とか、あ、そうですよね、うん、はい、でこれあのこう持ってください、はい、はい、この新バイタル充実、これをね参考に教科書代わりに持ってきてくれるとセミナーの時にものすごく役立つと、でこういう本なんかも書き込んでなんぼなんで、うんうん、気になるところはどんどん付け足していったり、ね、本当に自分の参考書というか、めっちゃ分厚いですよね、そうですね、厚いですね、ただこれの最新なところは本であるんだけど、うん、QR コードをするとあの、うん、動画が見れるっていう全ての技に、ここにこれが革新的ですね、 QR コードついてますよ、うん、そう、今限定でチラ見せです、うん、これ、ね、今撮影するとアクセスできますAmazon でね、あのベストセラーなんで、よかったらセミナー受ける前に事前に一通り目を通して見て眺めるのもいいし、セミナーに参加すると、そうで、あの中井先生の結構あのコメントとかそういう文章がかなり面白いので、うん、はい、かなり399ページ、うん、もうこれ読んだだけでめっちゃ強くなった気分になる、見やすいです、すごい、そう、あのもともとね、これ新なんですけど、もともとバイタル充実を出してたんですよね、うん、こういう昔は本当は分解写真だったんですけど、それをが今ではねもう DVD 付きが出たり、でそれの最新に今 QR コード付きっていうのがあって、それをもう一回こう動画でも確認ができるっていうのが売れた原因だと思いますね、マイページに動画へのリンクが QR コードで、そうだからあの今やってる人たちもものすごく愛読書でいいんですけど、今から始めようとかね、うん、そういう人にとってのこの中井祐樹先生の心配だという充実はものすごく役立つんじゃないかと、でもちろんあのお近くのね道場とかアカデミーに、充実アカデミーとかに行くっていうのが最終目標かな、うん、いいですね、こう丈夫な作りなんで、ぜひあの、はい、これ持ってきてもらったら絶対中井先生からサインをいただけるのでね、あの
もうぜひ持ってきてください、はい、持ってる人は絶対持ってくるし、欲しい人は買ってから持っていきましょう。そうですね、まあ、そうパラエストラストアというのがあるんで、そこでも売ってますので、はい、あのだからパラエストラストアで買うともう端からサイン付きらしいです。あ、そうなんですね、うん、だからそういう本屋さんとかアマゾンで買った人は持ってくると、うん、もう何々くんへって、妄想おじさんへって、真ですね、真、うん、真バイタル呪術、昔のバイタル呪術もあるんで、真を買った方がいいです、ね、昔のは売ってないと思います。売ってないです、ね、逆に価値があるという、はい、シア真バイタル呪術です、造反されております。はい、はい、じゃあアイキャッチいきます。新作がバイタル9月16日ですね、ゲートセブンで、博多中洲のゲートセブンで、うん、あのコンサートありますので、ゲートセブンですね、はい、前売り発売中ということでよろしくお願いします。2つのコスペルグループが出ます、うん、よろしくお願いします。そして宣伝よいしょ、あ、竹林さん、もうなんか最近ね、竹林さんにめっちゃお世話になりっぱなしで、うん、大会の時もね、あの優勝者に竹林ラーメン、エリちゃんが乗ってますね、うん、あのご贈答用のね、あの三色入りの竹林ラーメンを、うん、あの優勝者にプレゼントみたいな感じで、うん、これからもちょっとあの、はい、よろしくお願いしますという感じで、大橋のですね、うん、南区大橋の駅から徒歩2分、はい、西鉄大牟田線の大橋駅です。ロータリーが表側ですね、うん、あの空いてます。日曜日だけ休みですので、あのランチとか美味しいので、うん、ぜひ行ってください。このバリカタテレビを出た、あ、バリカタテレビに出た、バリカタテレビを見たと言ってくれたら、店長に言ったら、あの買い玉いっぱい無料というサービスがありますので、ちょっとこれで、お、ちょっとラーメン大好きっていう人がいたら、うん、ぜひよろしくお願いします。あ、すみません、店長のね、最新の写真を撮ってきたので、ちょっとそれが出るまでちょっと待って、うん、このラーメンの画像、まあ、ちょうどお昼なんで、あ、この出た、そう、な、中井先生セミナーにもね、ポスター貼ってもらったり、うん、このまあ大会のポスターね、いつも毎回貼ってもらったり、ありがとうございます。山下店長です、よろしく。よし、そして、福岡勇さん、ここもスポンサー。バリカタ TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。福岡勇の高橋です。西川です。さて、新商品の紹介をさせていただきます。こちら、勇ドライメッシュ T シャツ、ニューカラーグレーが出ました。定番の白、黒、グレーと3色ございます。これから暑い季節にぴったりです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。せーの、バリカタ。大会には、はい、あの必ずブースを出してもらって、はい、で今度中井先生セミナーでも、はい、あの大抵、何か去年かな、去年はね、道着を3着ぐらい出してもらって、参加者の人たちとみんなでじゃんけん大会をして、うん、勝てば道着が、新品の勇さんの道着がプレゼントという、すごいお得な、参加費出してるけど、逆にいっぱい戻ってくるみたいな、うん、でそれをね、自分たちの試合用とか練習用にしてくれると、うん、だそれが楽しみな人もいると思うので、うん、ぜひ今回もゲットしますので、うん、あのはい、お楽しみにしてください。福岡勇さんからも、はい、協賛、あと、ブドウエリさん、ブドウビデオズジャパン、はい、オープニングに、はい、あのそこもあのなんか出してもらえるみたいなので、もうセミナーはもういろいろ持って帰れるという、いいことだらけですよ。いいですね、はい、よろしくお願いします。で、バリカタこう、せーの、バリカタ。早い、マルシェですね、あの博多南駅でよくマルシェがあって、うん、これからも、あの先週もね、あのゲストで枝吉さんとか、まあ、吉丸さんもそうなんですけど、いろいろなこう中川を中心に動いてるグループがありまして、うん、もうどんどん中川、春日、どこでも宣伝しますので、うん、もしよかったら、あのバリカタテレビご出演してください、はい、あの従業員募集中でもね、そうですね、何でもいいですよね、何でもいいですね、はい、うん、出たいよっていうね、連絡があれば、うん、はい、審査の上すごい、すごいハードル低いですけど、すごい審査の上、ハードル低い審査の上、あのそのうち面接、はい、面接もするかもしれないですけど、はい、なんか全裸の人とか無理ですからね、それちょっと危ないですね、はい、生放送なんで、はい、はい、
ちょっと自分独自にちょっと動きました。今日はゲストがいないので、はい、この前ちょっと春日の方でちょっと中井先生セミナーのあれでちょっと動いてた時に、ふと前から気になってたんですけど、はい、あの上り町の通りに、あ、はい、居酒屋さんがあって、お昼に唐揚げ弁当を売ってるところがあって、で唐揚げ弁当300円って書いてるんですよ。300円なんですね。そう。それで気になってしょうがなくて、いつかやっていけるんですかね。いつかね、あの、まあ、買っていきたいなと思ったら、なんか本当にドンピシャで車も止まってなくて、ピュッとこう雨の中だったかもしれないから、車が少なかったかっていうのもあったんですけど、止められたんですよ。うん、あ、これやっと食べられるなと思って注文を。そしたらあの、はい、あの、まあ、注文してから、あの、唐揚げあげてくんで、うん、ちょっとお待ちくださいって言って、で、まあ、その時にちょっといろいろお話したんですけど、ちょっと、ね、その時のスライドショーって2枚しか撮ってないですけどね、ここです、大体知ってる人は知ってると思います。ああ、ここかと、うん、そう、いつものところっていう、こう、あの、上り町のあのね、あの、上り町四つ角の、あの、春日小学校からの、はい、ずっと、大通りに行く通りかな、はい、そこでこういうふうにこう。で結構やっぱこの2枚なんですね。この2枚だけなんですよ。唐揚げはちょっとないですね。唐揚げをね、あの、許したけど、やっぱその後やっぱお客さんがどんどんやっぱ来てたんで、ちょっとなんか話はある程度できたんですけど、はい、お、来ましたね、久しぶりに飯原さんが。まあ、こうちょっと気になったんで、で、まあ、もちろんあの300円、なんか、ね、3個入りで300円、うん、大盛りにしたら380円で、で、4個入りで350円で、プラス50円で、はい、で6個入りだと450円というね、うん、ものすごく、はい、リーズナブルで、良心的な感じなんですけど、で、ここ、住所、せっかくだから、はい、はい、いつものところ、うん、春日市登町5-132ですね。うん、これすみません、090って書いてあって、これ携帯じゃないです、092の間違いですね。はい、今気づいたですね。これほら、これ092って書いてあるの。はい、はい、あの、看板が正しいです。そうです。で、毎週日曜日ですね、祝日、あ、定休日が毎週日曜日と祝日になってるみたいです。うん、で、居酒屋自体は6時から0時まで、うん、空いてます。お昼もお弁当、ね、お弁当はね、その間、お昼1時半ぐらいまでかな。なんかあのお弁当、まあ売り切れ次第ね、なくなるとは思いますけど、一度気になってたので私も行ってきました。あの、全然揚げたては美味しいの でめっちゃ安いので大盛りでも頼んでください。なんかね、唐揚げ1キロ売りとかね、うん、あるみたいなんで、もうキロで頼んでもいいかもしれないです。ドバッと揚げてくれるんでしょうね。なんかね、あの、スポーツとかの集まりで注文したらいいですよね、うん。あ、そう、そういうですね、そういうですね、みんなで唐揚げパーティーを、うん、最近自分は宇佐とか中津市毎週行ってるんで、ちょっと唐揚げにはうるさいぜひぜひよろしくお願いしますって感じで。おっと、今日はなんか一人ゲストが来たみたいですね。どうぞ。いや、入らんでいい。いや、入ってくださいよ。岩田さん、あ、来た来た、ほら、もう男3人ですよ、うん、もう視聴率下がりますよもう元々ないですけどね、はい。どうぞ、あの、井原さんです。お久しぶりです、はい、先週で、ね、来なかったんで心配してたんですけど、先週バタバタして忙しかったんですね動き取り合って、はい、どうですか最近は。だこの前祭り中川も終わったし、うん、花火大会も終わって、強行やったですね、あれだって、普通だったらその前にもう中止決めそうじゃないですか。だけどあれ中止しなくてよかったですね。最後もうあれで花火で吹き飛びましたね、うん。だってあの土砂降りの中を浴衣着た人たちが歩いていて、うわ大変だなと思って、で結局出店も結構ずっとあるじゃないですか、うんうん、あれがもうね、あの土砂降りの中まあ次の日は本当は良かったですけどね、雨降ってないから。うん、まあだもう今日もね、昨日からずっと雨もひどいし、うん、もうちょっと予測できないですね、うん、今日も天気は学校も休校になっちゃって、ね、うん、朝がひどかったです。自分も学童お休みになっちゃったんで、ああ、そうなんですね。そうそう、そういうのもあってですね、はい。いいんですか、うん、何も宣伝しなくて。いや、あの、宣伝というか、あの、はい、商工会の、うん、あの、総代さんとして外にポスターを貼ってもらいたいと思って。ああ、全然いいですよ。あの、勝手に貼ってください。のっくらで。ああ、もう貼ってください。あの、うん、そこ人通りが多いんで、はい、じゃああ、じゃあポスター完成で、じゃあポスター見せましょう。ポスター完成です。ただあの、ちっちゃい、ちっちゃい。いや、大きいです。うん、おお。あ、前ちょっと見、どうぞ、カメラ、ちょっとね、サイドカメラ。もうメインでしょう。もうメインでいきます。じゃあメインにダーンとこっち。
はい、中川の宣伝です。10月13日よかった、はい、あの中井先生セミナーと重ならんで10月6日なんで、で次の週か中川でウォーキング、まああのノックラショーですね。あ、そうか、ノックラショーですね。はい、ノックラショーの中の一つのイベントね、イベントになります。で先着100名様になんかプレゼントつける。はい、プレゼントです。何プレゼント、わからない。いや、分かってますよ。参加費は無料ですからね、一緒にウォーキングしましょうということね。5キロと10キロとありますので、まあ、中川のこういろんな名称を、そうですね、コースとしてあるんですね。観光というか、まあ、中川を知ってもらおうという、そして最後のドッコラショーに合流するみたいな。そうです。あ、なるほど、そういう流しですね。ドッコラショー全体の催し物みたいなものは出演者とか、まだポスターはあれはまた別ですか。あれは丸田さんが作ってるんです。あっちは丸田ちゃんと分けてやったんですね、はい、丸田さんがもうちょっとでポスターが上がってくると思います。じゃあまたいきなり乱入しますね、大抵ね。あの、すると思います。マスクマンですね、はい、謎じゃないマスクマンですね。こっちはあの人を募集せないかもんで、早く作ってるんです。参加無料だから、はい、一緒に歩きましょうということで、10月中、これ申し込みはいつまで？いや、当日です。あ、全然集まってくれればいい。はい、当日どこスタート？ミリカです。ミリカローデンスタート。ミリカローデンに10時。10時から11時までの受付になるから。だいたい5キロ、10キロってはどれ歩いてどれくらい？ 1 時間くらい？そんなかからない？いや、10キロやったらやっぱり4時間くらいみたいな。あ、そんなにかかるんだ、うん、はい、まあ、じゃあちょっと水筒と、うん、タオルと水筒とね、ちょっとこう、うん、持ってきた方がいいですね、一緒に。まあ途中にこうボランティアさんあ、いろんなとこいるからですね、そこでお金を落としてほしいと。いや、そこはお金を落とすところじゃない。あ、ただ本当ですか、休憩ができるとね、コースが間違いように、はい、まあ、写真も撮って、うん、あの楽しんでくださいっていうか、でまあ SNS 流して、あ、そうね、中川を宣伝してください、うん、盛り上げて、はい、まあ、天気だけが心配ですけど、はい、はい、もう10月なら少し秋になって寒くなってきてるかな、うん、ただ一つ問題があって、問題ができる、うん、最初から問題があったんですけど、もう最初からはい、はい、10月13日って小学校の運動会なんです。あ、言ってたね、はい、そう、うちも10月6日が運動会か10月13日が運動会かって、はい、なんかこうどっちかわからないっていうのかね、今まだ運動会で福岡市、春日市の人を中心に呼ぼうとしてるんです。ああ、なるほど、まあ、日頃の行いっていうことでどっちに転ぶかわからないんでということです。よし、ちょっと、ここで後半の宣伝に行きます。あれ、1週間どこ行った、うん、1週間パラナカの1週間、これを見ながらちょっとまたお話をしましょう。今週は何が起こったんですかね。はい、あのスポンサーのバーアークさん、はい、今泉かな、あそこは、はい、あの、まあ、大会が段落したのでちょっと、あのみんな落ち着いた感じでかな、のんびり練習してます。だけど、あの今度の日曜日が大会だ、キッズがいるので、まあ、夏休みの最後の週だったんですかね。そうですね、あ、それ先週のゲストですね。で、宇佐も盛り上がっております。うん、もう本当大家族で感じですね、うん、はい。どんどん増えていってますね。お母さんがやってくれてるのがやっぱ大きいかな。うんうん、まあ、老学男女。勝田さん、うん、そう。いろんなとこ動いてます。あと二条町なんですよね。うん、はい、豊島のとこ、竹林さんも。はい、今から10月6日に向けてね、どんどん中川、春日で宣伝したいと思います。うん、で、明日トスかな。ですね、なんかと、うん、あの佐賀もね、雨大変みたいですけどね。うん、今日5時から宿題クラブします。うん、はい、今日から休校でね、あ、うん、学校が休みなところあるからもう早めに集まって。今日が初日だったんですか。今日から初日のところもあったと思います。そしたら夏休みが1日伸びたと、うん、いうことですね、うん。そういう感じですかね。うん、さあ、そしてこれもね、こっちもから森山って言って有名でしょ。これが 本家です、中津の、うんうん、これあの工事中なのこれガス爆発したんで、だけど生きてたんですよ全員。これがあの言えるとこ、言えるとこ。そう、すごい爆発だったみたいですけど、うん、これ夏、この8年前の写真が見つかってね、あ、今20代ぐらいの人たちがまだ学生の頃の写真なんですよ、うん、まあ、ここでちょっと、ね、練習した時に撮っ
取ったらしい。終わった。九大柔道部ですか。うんうんうん、あ、九大柔道部じゃない。じゃない。中、うちの子供の中高生の時代かな。はい。あのもう、まあ、あの中川道前町で、はい、パラリストの中入れ道場やってますので、はい、西鉄バス中川営業所の正面です。そうですね、対面です。はい、実はこっちがそれがメインだったりしてねよろしくお願いしますということで、だからオープニングにね、ああいうこうなんか格闘技のね、うん、コマーシャルが入ったっていうのも本当なんですけど、うん、あ、じゃあ来週の CM を見せましょう。はい、面白いですよ。ありがとうございます。来週9月3日火曜日、電気クラゲのインシデントバリカタテレビ、リミテッドエディション140 あの見てください、はい、それでは山口百恵さんの歌をどうぞいきます。これっきり、これっきり、もうこれっきりですか。これっきり、これっきり、もうこれっきりですか。プレイバック、プレイバック、でででで、じゃかじゃん、バカにしないでよ。あ、いいね、メドレーいいね、うん、みんな知ってるから。あ、 ありがとうございます。さすがエリさん。ナマステ。ナマステ。何人なんでしょうね、彼女は。宇宙人でしょうね。そう、すごいですね。もう振ると大体何か出してくるんで。これはあの毎週火曜日やってる方のバリカタテレビ の、 あの CM なんですね。著作権大丈夫ですかね。ちょっと心配ですね。あの短いワンフレーズぐらいなら大丈夫みたいですよ。あのあれをフルに歌うと、うん、あのダメなんですけど。うん、はい。そういう懐かしかったでしょ、山口百恵さん。あ、井原さん今イヤホン聞こえてない。あ、そうか、聞こえてないんで、聞こえてないです。そうか、何を歌ってたかわからなかったんだ。すみません、無茶ぶりしまして。もういかにも今ので、あ、そうなんですねって逆に言ってくれた方がすげえ井原さんと思いますね。口で読まないといけないですね、口の動き。独身術で、はい、そんな感じで、じゃあもう早速エンディングの方に行っちゃいます。あら、早いですね。いきなり戻ってきましたけど、ね、残り1分になっちゃったんで、はい、俺今日せっかく休みになったんで、はい、ラーメン屋中川 の、 あの電話して予約しないといけないラーメン屋さん行きたいんですけど、ああの店の名前が思い浮かばない、うん、電話できないじゃないか。分かんない。で、有名なところなんですか。あ、もうかなり、あの知る人ぞ知る、もうなんかテレビとかでもね宣伝して、うん、何、どこに電話すれば教えてくれるんですかね。ちょっと探してみましょうかね。商工会に電話したら教えてくれますか、ね、商工会に電話したら、はい、商工会入ってる、あ、入ってるのかもしれない。あの先生さんだってミナパンさんに聞いたもん俺。あ、ミナパンさんに電話して、ミナパンさんに連絡してちょっと聞いてください。
どうせ行くでしょ、今から。今から行きます。はい、じゃあそういうことで、はい、3人でラーメンを食べに、3人でラーメン食べに行きましょう。3人ダメですよ。あの匂いだけ嗅ぐ限りご飯食べるとかね。でとりあえずちょっとあのもしこれ行けたらあの許可取ってあの写真と食べた感想とか言えたらいいですね、来週中川のラーメン屋さんなんで。そういうことで、はい、じゃあ行きましょう、はい、ではエンディングのいつものやつですね、はいはい、じゃあ、はい、覚えてますか？はい、バリカタ、柔術、マウンテン、ピーチ、はい、ではまた来週、来週はゲストが来てくれるといいな、いいな、来ないかな、誰か来ないかな。